は百均おもちゃのミニ洗濯機で遊んで、開けるとあ、百均おもちゃだからこんなになっちゃいました。こんな感じです。これ開けます。ちっちゃいです。あ、これホースもあるんだ。これ押してみます。うお、すごい、見て。これはねなちゃんの洗濯機にします。じゃあこれが入っています。遊んでみます。メルちゃん、なに？今日ベビー服やったやつ汚れちゃったね。だからちょっと洗濯機やろうか。だけど洗濯機ないもんね。そうだ、ねなちゃんのお家で借りていこう。ビュン。ねえねなちゃん、なに？あの、洗濯機ない？あるよ、貸して。しょうがないな、いいよ、貸してね。わかった、これあげる。ありがとう。それ何？洗濯機だよ。水を入れて、洗剤を入れて、これで、やったらもうすぐ水がきれいになるの。そうなんだ、じゃあ水だったら使ってみるね。またね、バイバイ。入れたね、これ。うわー、おもちゃみたい。本物の洗濯機だ。やった、よし、開けてみよう。うわー、すごい。デナちゃんの洗濯機ってすごいね。ピンクで可愛いよね。ちょっと押してみよう。わー、すごーい、やったー。よし、使ってみよう。まずはこれとこのワンピ、汚れないかな。大丈夫だよ。と、私のズボンもやった方がいいかも。そして私の上下の上の方のドレスパジャマ。そして次は、これだ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よし、これだね。じゃあ入れてみようか。水を入れよう。よし、水持ってきたよ。ねねがやる。ダメダメ、ねねちゃんはこぼしたら壊れちゃうかもしれないから、メルがいい。どこまで入れるかわかんない。壊れてきた。拭かなくちゃ。よいしょ。よし、行くよ。あ、まだか。お洋服入れなくちゃ。大きすぎたかな。あ、ちょっと移動しよう。ここ。大丈夫だよ。すごっ。
5。水でも大丈夫だったね。うん、じゃあ乾かそうか。うん、よいしょよいしょ。タオルの方がいい。よいしょ。後で拭いてあげるね。うん、じゃあ次はズボンしようか。うん、よいしょ。あ、すごい。あ、水。水がいっぱいだね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。次は私の、よいしょ。よいしょ。すーもうちょっと今どう？やってみよう。つかない。もういっか。とってもいっぱい。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ちょっともう一応やってみよう。はっ、すごい、次は流れたね。入れないところだけど、絶対に詰まっちゃうからダメなんだね。よし、やってみよう。あー、水が。よし、水を。水が流れました。うわー、うがいしてるみたいな音がする。ホースだー。よし、ホースで水をやろう。
書けるかな。私は右手。あれ映らないな。映らないときはペンでしよう。これなら分かりやすいよね。そしてペンで、よし、なぞるのが簡単だよ。書いた文字をペンでなぞってね。今持ってるからちょっとやりなし。かけたら、かけたら、剥がそう。そして自分のものに、これとかに、まっすぐにペタッ。ちょっとくらい隠れてもメルちゃんってできるよ。かわいいでしょ。そしてハサミなどにつけるのもいいね。縦に書くのもいいね。よし、できた。次はハサミに貼るにはどうすればいいんだろうと思っている時は、ここでペタッ。そしてこれを挟んでいると思ってもできないと思ったら、これをめくってやればできるよ。チョッキ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 。もし音符などを貼ったら、お花を描いたらすっごいって言われるかもしれない。ここをめくってチョッキチョッキできるんだよって言われるのも楽しいね。楽しいよ。長いテープをつけたらウサギ組なら、2年3組などつけたらとってもわかる、わかるよ。長いとこにつけるんだったら、ここにつけてね。お友達などに見せるときはめくってを書いたら、ちょっこりうさぎって見えるもんになるよ。これ作ってみて。文房具が、あなたの文房具が変わってしまうよ。これがメルの全部の持ち物よ。すごいでしょ。シールよりも自分の持ち物が変わっちゃうよ。小学校などお友達の子にびっくり
ど、小さく切ったものを横にして書いたり、書けないところにこう書いたり、組など2年1組などを貼ったり、カラフルテープにはこうやって紙のところに箱を貼ったり、横に剥がすとちょきちょき、ちょっと難しいかもしれないけど、ちょきちょき遊べる。ちょっとだけでも半額、ちょっと隠れちゃったやつなど、たくさんみんなの名前テープを作ってみてね。おまけはもうおしまいだよ。もうすぐで、あ、次はメルちゃんスペシャルだよ。メルちゃんスペシャル見てね。